ビギナーランニングマガジンへようこそ感想を人牧野ですそして、えー、2023年明けましておめでとうございます、えー、今回はニューイヤー駅店速報並びにランニングシューズチェック紹介していきたいと思います、えー、すごい快晴でねいい天気の気持ちいい朝ということになっていきますけれどもまあなんといっても最大の注目は大阪優選手が、えー、ニューイヤーに復活するというところが まあ最大の注目でしたね。まあなんといってもこう激走11人抜きということで区間2の記録。 というさすがの走りを見せてくれましたけれども、まあ、その中でもですねインタビューのときにもより盛り上げてもらいたいからということで神野大地選手にも出てよという話にも出てましたがやはりですね、えー、他のスポーツに比べてこう冬の時期だけですから陸上をどんどん盛り上げるためにもトップ選手が参加してくれるといいのかなと思っています。 でレースも本当激アツでしたね、前半なんかはもう0秒差がもう何チームもいて、で1区 GMO から、ね、村山選手の走りはもう、ね、東日本の時も、ねえー、やってましたけれども、後ろで構えてて、最後、ラストスパートすると、もうスパートのキレは半端じゃないですから、そこで首位を飾ると。 2区はスバルやはりここでも、えー、昨年同様活躍ということですそして3区三菱重工そして4区には、えー、昨年の覇者ホンダで、えー、5区につないでいったという展開でしたねそして5区以降はですね安泰なねホンダの走りでしたまあ予想通りですね青木選手、えー、ここの盤石な走りを示して6区 中山選手、やっぱり昨年同様ですね、区間賞にはなりませんですけど、区間2という活躍です、すそして最終区、木村新選手の堅実な走りっていうのはこう、まあ、見てる側としても途中からもう優勝おめでとうという風な形でしたね、そして激アツだったのが、最終区7区ですね、まあ、まずですね、SG ホールディングスと三菱重工の橋爪選手、VS 吉田選手。 そこにですね GMO の渡辺選手が加わったとそしてさらにトヨタ自動車の服部悠マ選手が猛追して最後は貯めてゴールということで感動的な走りでしたねでその他にもですねやっぱり口町選手の口町ダッシュってねカミラさんも言ってましたけれどもものすごい走りっていうのは感銘できましたねそして圧巻のゴールを決めた木村新選手まあ2連覇と いいううこととでで、えー、幕を閉じたという形ですねまあそして、えー、シューズの傾向ですがまあ、えー、外国人選手は結構ねナイキがシェア占めてましたけれども、えー、完全にこう4つに絞られた特に、えー、ナイキなんかはねアルファの方がね結構シェアが伸びている気がしましたしやはりアシックスメータースピードスカイプラス。 ここら辺の伸び率ってのも半端じゃないですね。で、今回、アディオスプロなんかもかなりね、占めてきているということで、この4つのね、ベーパーも含めたパターンに、まあ、印象としては膨らんでるかなと。で、昨年まではやはりね、アディダスなんかも少数という部分がありましたが、もうかなりですね、えー、 まあ、36人チーム中で、えー、56人ぐらいは必ず履いているということになってきますしアシックスなんかも同等それ以上ということになってきているので、まあ、この辺を、ね、見ていると、まあ、面白い展開これが今後大学だとか高校生の影響というのは計り知れななないいいんじゃないかなと思いますただですねやはり、えー、僕の好きなサッカーニーだとか、えー、ブルックスだとか。 ブ、ね、ーマーなんかもそうですけども他社の、ね、厚底、えー、シューズでそのほかにはですねデサントさんなんかも出しましたから、まあ、ここにどう食い込んでいけるかというのも今後の注目のところかなと思っていますねそして、えー、さらに日、明後日は箱根駅伝いよいよ始まりますからシューズの傾向選手の走りっていうのも注目して見ていければなと思っています。今回はニューイヤー駅伝 シューズチェック、えー、紹介させていただきました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想9人、キ野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。